もいたね。あ、悪くない。ちょっと体起きたけど、うん、悪くない悪くない。お、カトミちゃん跳ねた。またまたやった、うまい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 、おー、ナイス。だったらもう一個左だった、ごめんなさい。ありがとう。わー、これ、難しいよ、わかるよ。うまい。ああやってるんですね。10、スイングが10だとして5と考えるんじゃなくて、なあと構えといたら3、7、3、7って、このほら、でこれがコツが分かってきたら、そのままのイメージで3を4、はい、7ってやれば11になるじゃん。すごい理論が今発生した。大体がですね、大体こっちをグーってやらしょって、はいはいはい、ここで疲れてこっちでもう終わるから、うん、前が出ないじゃん。そうですね。だから自分の中でちょっと爆睡が足りないかなと思っといて、向こうで振る練習すれば絶対に手だけじゃいけないから、体と回すから一緒。後ろの球が体重が乗っちゃったよね。うん。OK。でももうボール見たら全然滑りのように滑れなかった。何言ってるか全然わかんない今の。あれやっぱ変だけど。うめえ。まあ、でも止まったよ。ナイスー。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。うまい。あ、ちょっと待って。プレッシャーなんてものはない。ナイス。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい、今日も18ホール回りました。ありがとうございました。お疲れ様でした。すごく素晴らしいスコアが出て、すごい気分がいいです。良かったです。すごい。あと僕は、なぜかドライバーの飛距離が伸びた。なぜかではない、教えてもらって、伸びた。触れるようになりました。それが多分一番いいと思います。この後は、記録会。記録会。空に向かって優勝。いいスコアを。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、まずは神さん来ました。342ヤード。さあ、意気込みはどうですか？めっちゃ緊張してます。めっちゃ緊張してます。やばいです。目標何ヤードですか？ただいまの記録こちらお伝えいたします。長リンゴルから今日は参戦でございます。宮下選手。1分30秒男の戦い。レディーゴー。始まりました。さあ、力が入りました。まず宮下さん、そしてナイスショー石田さん。これはかなりの高弾道で、そして風にも乗るようです。ただ時間はゆっくりあります。行きましょう。さあ、いいですよ。ナイスナイス素振りということにしておきましょう。 OK です。ナイス素振りでございます。空振りですか。ナイスショー。さあ行きましょう。残りが30秒残りが30秒さあ、ナイス来ました。ナイスショー。4、3、これ戻ってきましたよ。さあ行きましょう。ナイス。フェアウェイに1球残りましたね。チャレンジ終了です。もちろん今の球お疲れ様です。ちょっとなんかね、何もコメントできない感じでした。すみません、緊張しました。さあ、アマチュアの皆さん、最終組でございます。最終組でございます。長松様、そしてカスヤ様、ご準備お願いいたします。記録は残った。ないよ。続きまして、女性ですね、リリースの方もあります。こちらにお越しください。すごい出たくなくなってきたんだけど。神崎さん、リンゴルから参戦でございます。宮下選手、246ヤードのナイス。いつもや、飛びましたね。いつも通り、さあ、ナイス。ゆったりとしたスイングから繰り出されるこのナイスショット。さあ、青木純さん、ちょっと力の入ったショットでございました。さあ、青木純さん、ナイスショー。純純ナイスショットです。さあ、高弾道で距離も伸びてます。そしてもちろんフェアウェイキープ。今のは飛んだでしょう。ちょっと右に外れたかな。さあ、残りが30秒残りが30秒です。さあ、純純飛んだかどうか。これは CM の後一応今ので編集点を作りました。あー、緊張した。飛んだかな。皆さんの競技に移っていきます。プロの皆さんの競技に移っていきます。プロの皆さんのこちら競技なんですけれども、ルールがちょっとアマチュアの皆さんと変わります。3分30秒3分30秒で記録230ヤード。飛んだ山田さん、ナイスショー。さあ、リープロも来たよ。これは来たでしょう。カーライス。さあ、これそのままキープしてほしい。ただ皆さん満足のいくショットが出てないんでしょう。371ヤード。交渉。さあ、ラキさんの球いってるけれども、ここから肘が入るね。ここにできます。ギュッと締めろじゃないよ。軽い状態にしておいて、はい、そこから手だけで持ってみてください。ものすごく手打ちなんだけど、ボディターンになるんですよね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。さらにこちらでございます。来ましたよ、こちら岡田選手。長田プロチーム1位の方がまず商品を選びます。じゃあ次はどのチームが選ぶのか。 D ブロックの1位の人たちが選ぶんです。ということは11位の方が2番目に選ぶという。なるほどね。この賞はこのチームでございました。ウエスト29、ノース27ということで、トータルから56、16アンダーでございました。無理やで。優勝はこのチーム、飯塚プロチーム。そしてこれ昨日と一緒だよ、俺。あ、本当だ。2日間はい、はい、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。長い間でしたが、どうでしたか。いや、すごい楽しかったですね。よかったですね。うん、スクランブルいいっすよ。うん、サクサク回れて。安楽プロいいっすよ。安楽プロは本当にずっと教えててくれたので、
なんかこう1日でどれだけのレッスンをしてもらったのかなとか。あれ DVD10 枚分見たから。そうですね。ずっともう丁寧に話してくださいましたね。ドライバーめっちゃ良くなった。うん、いやそしてすごい良かったです。良くなったよね、うん、そしていっぱいもらっちゃった。イエーイ。これももらった。シャフト36から52の本当に変えていいのかな。よく、うん、から52のヘッドスピードって書いてありますよ。あ、じゃあできるんだよね、うん、3カ所でもらったんだよ。すごい、いくらって言ってますよ。これ、ね、2万か3万するんじゃない。4万。私の今回の記録、公式の記録です。230ヤードで1回やったから。実技指導はもう、はい、過ぎたことになるんで、はい、もうプロになれるらしいですよ。あとはあれをやれば習えばドラゴンプロになれるらしい。次のイベントは多分教えてもらって飛距離を伸ばすみたいな教わる型のイベントになるんで、それも楽しみなのでやってみましょう。いい、ね、うん、はい、行ってみたいですね。じゃあ今日は一日ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ありがとうございます。